5番街、53丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。マンハッタイクミッドタウンの53丁目と5番街の交差点に位置し、E 系統が終日、M 系統が平日23時まで停車する。駅は1933年8月19日の IND クイーンズブールバード線50丁目駅、ジャクソンハイツ。 ルーズベルトアベニュー駅の開業と共に開業した。当初は IND8 番外線からの2、e、系統のみが停車していた。その後1940年12月15日に IND6 番外線が西4丁目、ワシントンスクエア駅47丁目から50丁目、ロックフェラセンター駅間で延伸開業。同日に6番外線開系統が当駅への乗り入れを開始した。 1959年には上層ホームから改札外への2フィート幅のエスカレーターを4フィート幅のエスカレーターに置き換えるプロジェクトが開始された。このプロジェクトで作られた94フィートの長さのエスカレーターは毎分90フィートまたは120フィートの速度で運行が可能である。このエスカレーターはマディソンアベニュー側に2機、5番街側に2機の 計4機が設置され2フィート幅のエスカレーターを置き換えた。1981年に、または地下鉄内で最も老朽化した69駅の中に当駅を上げた。駅は一層に短式ホーム一面、線路一線ずつを有した二層式二面二線の地下駅で上層階を南行線、下層階を北高線が通過している。上層階は、 地表から59フィート下に位置し、下層階は80フィート下に位置している。ホーム両端には階段があり、南北ホーム間を接続している。駅の西側には IND6 番街線との分岐点があり、上層ホーム西端にある信号国所により制御されている。E 系統は分岐点を直進し7番街駅へ入り、M 系統は 分岐点から IND6 番外線へ乗り入れ47丁目から50丁目ロックフェラーセンター駅へ入る。1996年、ラルフ・フォーセンラが1950年に制作した絵画サブウェイ・ライダーズが設置された。これは公共交通機関施設内に飾られるアートの中では世界的に珍しい油絵で終日開いている改札口に飾られている。駅には 改札口が2カ所あり、終日開いている改札口は駅の西端にある。上層ホームからはエスカレーター2機と階段一つが接続しており、改札口には回転式改札機と切符売り場がある。ここからは53丁目と5番街の交差点北東、南東、南西にそれぞれ階段が一つずつ接続している。一部時間帯のみ開いている改札口は反対の駅東端にあり、 上層ホームからエスカレーター2機と階段2つが接続している。改札口には回転式改札機と切符売り場、旅客案内窓口がある。ここからは53丁目とマディソンアベニューの交差点北東南東へ階段1つが接続している。こちらの出入り口は平日と土曜日の21時45分まで開いている。かつてはこの出入り口の地上側は21時に閉店と、 なる民間企業が管理しており21時に閉鎖されていたがまたの管轄のホーム側は22時まで閉鎖されなかったこのためしばしば21時から22時の間にこちらの改札口から出てしまう乗客がおりこれらの乗客は追加運賃を支払うか改札機を飛び越して駅構内へと戻っていた2013年にまたに問題が報告されまたと民間企業が 話し合いの末21時45分に閉鎖することに決まった。それに応じて案内看板も更新されている。ありがとうございます。